竹原。竹原は、広島県南中部の地名、瀬戸内海に面する。本港では、江戸時代中期から明治にかけての町並みが残り秋の、小京都と呼ばれる、小花町、町並み保存地区。国の重要伝統的建造物群保存地区として、選定の歴史と特徴について述べる。古代、この地の中心は鴨川中流域の新城地区であり、 アスカ時代に古代山陽道が整備されると、駅下、宮古堺駅が置かれ、大火の改新の頃に言う坂温泉郷が、宿場町として出来上がった。漢字四年、千九十年、中央政府が鴨社、鴨モ祖神社いわゆる下鴨神社に寄贈した荘園の中に、秋国竹原荘四十丁があった。これが、竹原の名の所見である。これ以降、この地は、 下鴨神社の荘園として発達、鴨の名は、この頃から定着した。中世の末頃から港を控えた、市場集落として、下付村の海岸付近、右地図の中通り表記付近に、馬橋腰が形成された。この市場集落は、戦国時代までは、機能したが、鴨川からの流出土砂により港湾機能は失われ、天文九年、1540年からそれより、 河口の下市村に、その機能が移っていった。この下市村が、現在の竹原町並保存地区にあたる。江戸時代初期、港町に加え聖延町となっていく。昭法三年、1646年、広島藩により、鴨川下流を監督し深海が形成され、当初は、神殿開発を行うつもりだったが土壌に塩分が、多く工作には不適で温め、阿公。 朝野市としては、広島藩が総家で、阿公藩が文家になるから声縁の技術者を招き、延伝に転換、慶安三年、1650年に声縁を開始すると算出に成功した。広島藩としては、初めての入浜式延伝の成功であった。上皇元年、1652年までに、塩田は拡大、この地に大きな富をもたらした。これに並行して、昭和四年、 1647年本川堀の船着き場が開かれると、慶安2年、1649年半の年貢、集積所、浦部三倉所が設置されると、米の積み出し口として、さらに塩田開発が進むと塩の積み出し口として、栄え、海鮮の往来も活発となった。慶安4年、1651年から漢文4年、1664年にかけて、 竹原大官の指図でこの地は整備され、近代的な港湾都市へと変貌でいった。元の区域から小徳区域には、竹原の選手による四百国船から千国船も就航している。こうした海船によって塩その他の産物は、日本各地に出荷され、帰りには、北日本から米を運び、さらには、大阪への輸送も受けようなど海運業も栄えた、北前船。 そして米が大量に流通していたことから、これを原料として、酒造業が始まっている。後、秋の粉だと言われ藩内でも、有数の生産地へと成長していくが、藩による販売制限があったことや、店名の大基金などで、米の供給量が制限されたことにより発展は続かなかった。一方で、京宝年間末期には、 た産地の成長に伴って市場は供給過剰となり塩の値段は下落し、生園には塩分の濃縮のため大量の焚き木が必要であるが、周辺の森林の減少を招いたため薪価格が上昇した子により収支バランスが崩れ、法歴、明和年間1751年から1971年代には塩田経営は不況となった。この中で塩田の大規模化や、 質店、酒造業、海鮮業、豚屋業など、多角経営化に成功し材をなった商家が誕生し、大きな邸宅を構えるようになり、現在に残る町並みや神社仏閣が形成されるに至る。経済の発展とともに、町人文化も充実し、茶道など、京風の文化が栄えたほか、受学者の来三陽の父、来春水とその兄弟である、大春香。 大安壺をこの町から排出している。明治、大正時代もこの地は竹原の中心であった。酒造業が花開いたはこの頃である。藩による規制が解かれた明治維新前後、酒造業は自由販売、自由免許制となり、さらに県外へと販路を求めた。ただ他の産地との販売競争をする中で、主質の向上が求められるようになり、明治二十一年。 1888年、鴨郡群南部酒造組合を結成、酒造業者一致団結して工場に勤めることとなった。そこへ、三浦千三郎の尽力により竹原のみならず、広島の酒の質は全国有数のものになっていった。明治40年、1907年には、第一回全国清酒品評会、現、全国新酒鑑評会にて、三浦千三郎の指導のと、 藤井酒造の流星が全国3000を超える醸造所の中から主席第一等を受賞している。声援は千倍制となったことにより、明治後半時点でこの地の産業は声援を抜き酒造が一番目を占めるようにな。こうした中で生まれ育ったのが竹鶴正隆である。昭和7年、1932年国鉄山呉線呉線開通により、 本川に鉄橋が通り船の出入りができなくなったため、港湾施設はその南に移され、これが現在の竹原内港となる。昭和33年、1958年、竹原市政施行。昭和35年、1960年塩だが廃止されると、以降救援電池の開発が進み竹原の中心は西へ移っていった。昭和57年、 1982年12月、重要伝統的建造物群保存地区選定。平成12年、2000年、都市景観百選に選定された。竹原の街並みの特徴は、一つの街区がそのまま伝統的な建築で構成されており、複数の町筋や寺院、辻堂等が一体となって、街並みが構成されていることである。特に本通りに立って、南北を見通すと、 ごく一部を除きほとんどが昇華建築で日本の伝統的な昇華町の様子を知ることができる。町筋が形成されたのは江戸時代初期で南北に縦断する本通りを中心に大昇路板や工事中の工事など多くの路地によって形成されている。現存する町屋の大半が江戸時代中期から明治時代に建てられたもの。最古の建物は元禄四年。 1691年、建造の吉井亭。各家屋は、様々な衣装を組み合わせた格子が特徴で、1階に材木を組み合わせた、出格子や平ら格子、高さを抑えた2階には漆喰を施した塗り込め、格子が用いられる。大規模な邸宅は、タムネ連結型の例が多く、奥座敷や茶室が設けられている。一方で、 小ての町屋や,や長屋の連なる横丁も存在する。これに加え近代以降に建てられたモダン建築が変化をもたらしながらも全体として調和されている。以下、国あるいは、県市の文化財指定されているもの、以下、文化財指定されていない主なもの、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。